野牛慎吾は日本の演芸家、タレントである。演芸施設、八ヶ岳クラブ代表。配偶者と4人の子がいる。1968年3月3日、東京都に生まれた。目黒区立第8小学校卒業。同級生に、タレント、高橋真美がいる。玉川大学農学部卒業。剣豪として知られる野牛氏の末裔である。幼い頃から、祖父や、 父、野牛博士の影響で、植物や動物などの自然に魅力を感じ、その後、園芸家を志す。大学を卒業後、花の生産農家で3年間修行した。野牛慎吾が経営と手入れをした、八ヶ岳クラブ2000年に、NHK の園芸番組、趣味の園芸のキャスターとなり、それまでお年寄りのイメージが強かった番組の雰囲気を変えた。2007年からは、 NHK 教育テレビ森蔵きっころ森へ行こうよに出演し八ヶ岳から季節の頼りを写真で送っていた番組の仕事と八ヶ岳クラブの経営のため東京と山梨県北都市を行き来する生活をしていた2015年5月2日陰頭がんのため47歳で死去した両親よりも先に死去したため父の広氏はこの死に対し 早すぎる、僕の子供としてありえないような勉強家などとコメントした。また5月18日、八ヶ岳クラブにて、野球信号お別れ会が開かれ、約1300人が出席した。ありがとうございます。